1913年のエベッツ、フィールドデッドボール時代とは、メジャーリーグベースボールの1900年前後から1919 19年までを、指す、野球用語である。デッドボールとは、当時使われていた、飛ばない、ボールのことを指す。20世紀初頭のこの時期に、メジャーリーグベースボールにおいて、本類打数や、得点数が極端に低下していたため、飛ばない、 ボールの時代と揶揄された。メジャー史上最もリーグ得点率が低かったのは1908年だが、この年は1試合あたりのチーム得点が平均で3.4しかなかった。この時代の選手であるフランク・ベーカーは、アメリカンリーグで4度の本塁打王に輝き、ホームラン、ベーカーと、あだ名されたが、キャリア最高の本塁打数は1913年の12本で、ある。 しかしその後、ルールの改正や、ベイブ・ルースをはじめとする強打者が出現したことで、デッドボール時代は、転換期を迎え、やがて本塁打が量産される、ライブボール時代へと移行していった。ナショナルリーグが、ファウルをストライクとカウントするルール変更を行った1901年を、デッドボール時代の始まり、ルースが、当時のアメリカンリーグ記録となる29本の、 本塁打を放った1919 19年をデッドボール時代の終わりとするのが一般的である。飛ばないボールの時代に得点が劇的に低下した要因には次のものがある。1901年にナショナルリーグがファウルをストライクにすることを決めアメリカンリーグも1903年に続いたそれ以前にはファウルはストライクにはカウントされず打者は何球ファウルしてもストライクが増えないので 非常に打者に有利なルールだった。1920年までは、ボールは1試合につき100回は投げられることも珍しくなく、ほどけ始めるまで使われた。初期の野球リーグは非常にコスト意識が高く、ファンもスタンドまで打ち込まれたボールをグラウンドに投げ返さねばならないほどだった。そしてボールは使い込まれるほど柔らかくなるが、そうなると、 新品の硬いボールよりも遠くへ飛ばすのがはるかに難しくなる。また、ボール自体がそもそも柔らかく本塁打の減少を招いたのではないかという主張もある。投手が投球前にボールに手を加えて良かったことも打撃が難しくなる要因であり、例えばスピットボールは1921年まで禁止されていなかった。他にも傷をつける。 こするなどボールに動きを加えるために何をしてもよかった。そのためボールは今よりも踊りよく曲がった。タバコジュースをつけるのもよくある手口で自然とボールは汚れた。特に1930年代後半になるまで球場には照明がなかったためボールを目視することが難しくなったのである。これは打撃も困難になったが補給も大変だった。 多くの球場が広大な面積を誇っていた。例えば、シカゴカブスのウエストサイドパークは、正面のフェンスまで560フィート、ボストンレッドソックスのハンティントンアベニューグラウンズは635フィートも、あった。ブレイブスフィールドなどは、タイカブに、誰が、球場の外までヒットを打てると言わせたほどである。 デッドボール時代の塁打率とその内訳デッドボール時代の一試合あたりの得点、飛ばないボール時代のベースボールでは、個々のプレイよりも作戦に重きを置き、今日でいうスモールベースボールやインサイドベースボールというプレイスタイルが取られていた。そのため盗塁やヒットエンドランなどのプレイが本塁打よりも重視され、スピード重視の戦略が取られた。飛ばないボールの時代は、 他の時期と比べて盗塁が極端に多かったが、それは、この頃のチームが本塁打の出にくい広大な球場で、プレーしていたこと、この頃のボールはひどく使い回され、構造上も飛ばすのには向かない、デッドボールだったことが理由と考えられる。類を得るためには、ボルチモア・オリオールズが1890年代に編み出した、ボルチモア・チョップのようなパワーを必要としない打法が、有効だった。 典型的な展開は、走者を出したならば、盗塁鍵打をして二塁、三塁と進め、ヒットエンドランなどで本塁に返すというもので、全世紀のスタイルを引きずっていた。本塁打を出す前に、走者を貯めるといった考えが登場するのはずっと後の、ことである。この時代にはパワーより、スピードが求められたことを示すデータも多く、1900年から1920年までの間で、 本塁打王のホームラン数が一桁だった年が13回あり、20本以上を打っている年は4回しかない。一方で、最多三塁打の打者が20本以上打った年は20回ある。ピッツバーグパイレーツのチーフウィルソンが1912年に打ち立てたシーズン36本の三塁打という記録、通算309本の三塁打というサム・クロフォードの 記録もこの時代に作られた。スピードがあったチームでも飛ばないボールの時代には得点が伸び悩んだ。メジャーリーグのシーズンチーム打率はナショナルリーグで239から279、アメリカンリーグで239から283という分布だった。このようなパワー不足の野球では 投手が長打を恐れずに打者を攻められたため、類打率や出塁率も低かった。この時代のどん底とされるのは1907年、1908年あたりでメジャーリーグ全体の平均打率が239、長打率が306、防御率が2.40を切っている。この年のシカゴホワイトソックスは年間で3、本類打しか打っていないが、 シーズンを88勝64敗で終え、ペナント制覇にも届きかけていた。ロースコアの試合には不満の声が上がり、ボールを変えて状況を改善しようという動きが起こった。1909年には、ベンシャイブがコルクを芯にしたボールを開発し、それをアメリカンリーグの公式球を納入していた会社が販売した。これが企画化されるのは九百十一年だが、 その後の本塁打の数を見ても新しいボールの効果は明らかだった。1910年のアメリカンリーグの平均打率は243だったが翌1911年には273に上がった。ナショナルリーグも1910年の256から1912年には272と急上昇を見せた。 タイカップが最高の成績を上げたのも1911年である。カップはこの年に248本のヒットを打ち、打率が420だった。ジョージャクソンは同じ年に408でカップは翌1912年に410を記録した。しかし1913年にはマイナーリーグにいたラスフォードの偶然の発明にも助けられて、 投手が優位を取り戻すようになる。フォードは、ある時コンクリートの壁で傷つけてしまったボールを投げた、ことで、急激に変化するエメリーボールを生み出した。すでに状態化していたスピットボールに加えて、投手はもう一つ、打者を抑える武器を手にした。その背景には、試合を通じて、同じボールが使われ、交換されることは、ほとんどなかったという事実がある。 そして試合が進めば、ボールはどんどん擦られて変化が増すために打つことは、ますます難しくなった。そして、汚れがついて、ボールを視認することも困難になった。1914年には得点は1911年、以前の水準に戻り、それが1919 19年まで続くことになった。ラスフォードのベースボールカード飛ばない、ボールの時代最高のホームランバッターは、 フィラデルフィア・フィリーズの外野手、ギャビー・クラバスである。クラバスは、ナショナルリーグで、本塁打、を6回を獲得し、1915年のフィリーズが、リーグ優勝を果たしたシーズンには、自己最高の24本塁打を放った。また、1913年と1914年には、それぞれ19本塁打を放っている。しかし、フィラデルフィア・フィリーズの本拠地、ベーカーボールは、 ダッシャに有利な球場として悪名が高く、本類から右翼のフェンスまでわずか280フートしかなかった、事実もクラバスの記録が生まれた背景として考え合わせる必要があるだろう。ありがとうございます。